6月23日水曜日、大津市議会で総務・教育構成の常任委員会が開かれ、各委員会に付託された議案の審査などが行われました。大津市議会の常任委員会は、条例の制定や改正などの議案や請願を審査するほか、所管する部局の事務を調査するもので、総務・教育構成・ 生活産業・施設及び予算決算の5つの委員会が設置されています6月23日水曜日は総務・教育構成の各常任委員会が開かれました総務常任委員会では山岳水難事故など専門性が求められる救助活動に対応することができる 特別救助隊の北消防署における整備に向けた取り組みや第4次大津市男女共同参画推進計画の骨子案について調査が行われたほか1議案と2件の請願の審査が行われました。また教育厚生常任委員会ではがん対策推進基本計画について報告が行われたほか 大津市立障害者通所施設条例の一部改正など、14議案と2件の請願の審査が行われました。各常任委員会で審議された議案などについては、7月2日金曜日に開かれる本会議で討論・採決が行われる予定です。